さあ、伊豆の海のところからね。さあ、これね、私の気持ち、はい、さあ、サイアンさんの気持ちも入れましょう、はい、さあ、最後ね、これね、やけくそ入った、ありがとうございます。さあ、最後ね、このね、太一くんのダブルダブルサービスね、はい、これ私の気持ち、はい、さあ、ジジさんの気持ちも入れましょう、さあ、コードさんの気持ちも入った、さあ、最後ね、このね、辛いところもやけくそだ、ね、はい、さあ、海香りじゃ味わいましょう、ちょっと入った、ね、太一くんの気持ち、はい、さあね、甘い辛いはお好みで調合いたします、はい、さあ、チャンドさん専用になっております、はい、今回の動画は川崎大師平賢寺代行購入2の動画になります。チャンネル登録と高評価してもらえたらすっごく嬉しいです。皆さん応援よろしくお願いします。あったかいお茶、冷たいお茶いかがですか。それでは代行購入よろしくお願いします。はい、ライブ中で、ね、はい、はい、よろしくお願いします。アサヤンさん、アサヤンさん、はい、じゃあ一つずつ言いますね。アサヤンさんの代行購入で、はい、ゆず三味の、ゆず三味、はい、ごく小柄、ごく小柄、はい、はい、赤少し、赤ちょこっと、はい、チンピとゆずが多めで、じゃあチンピとゆず、そうですね、みたいな感じになるってことで、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあこれアサヤンさん専用でいきましょうね、はい、さあね、風味で味わいましょう、はい、さあまずは四国讃岐の名産鷹の爪の純物のね、辛いところから。さあね、尊い薬剤のみかん、チンピ、これね、おみかんの皮を粉末にしたものね。さあ風味香りで味わいましょう、はい、さあ江戸の名産ものから江戸風味ならぬ旬とおろしでございます、はい、さあサンドサンドの食卓の友でございます。さあこれ柚子のね、風味のいいところから、はい、ね、柑橘系ね、たっぷり入れていきましょうね。ありがとうございます。さあ柚子の風味のいいところからね。さあこれね、私の気持ち、はい、さあサイアンさんの気持ちも入れましょう、はい、さあ最後ね、このね、やけくそ入った、ありがとうございます。さあ最後ね、このね、太一くんの気持ちが分かるように、ね、ちょっとね、赤くしとくからね、下に敷いてね、はい、ありがとうございます。はい、さあそんなに辛くないですからね、はい、ね、甘い辛いはお好みで調整します。さあサンドサンドの食卓の友でございますね、はい、さあこのね、やけくそ入った、ありがとうございます。香りで味わってくださいね、はい、さあ極小辛、はい、ごくごく小柄、ごくごく小柄でね、はい、甘い辛いはお好みで調合いたします。はい、さあ風味ばっかり、さあ甘い辛いはお好みで調合いたします、はい、朝晩の味噌汁からお新香をはじめ、鍋物、煮物からおうどん、おそば、あらゆるこちら季節のお料理物用として、ね、美味しく召し上がれます。さあ風味とね、香りで味わいましょう。秘伝の香り、再度の香りから薬用しみとおろしにならないでございます、はい、甘い辛いはお好みで調合いたします。はい、さあお次は、はい、お次はニンニク七味中辛の、ニンニク七味の中辛、はい、ニンニク多めでお願いします。ニンニク多め、はい、さあこれね、まずは四国讃岐の名産物安草からいきましょう。辛口のナンバーワン鷹の爪の純物に、さあ尊い薬剤のみかん、これまた陳皮、磯の香りを味わいましょう。これにごまの香り、まあ山椒抜かしてね、これ浅飲みが入ります。最後生の唐辛子をごまの油でね、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ海苔の香りから磯の香り、これにごまの香り、これにニンニクのね、味、香りを加えていきましょう、はい、さあ作り置きはございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。さあね、風味香りで味わいましょう、はい、これね、アサヤンさんになっております。ありがとうございます。さらに海苔の香り、これに神秘の香り、はい、さあ作り置き詰め合わせているものはございません、はい、お客様に合わせて完全調合中でございます。さあ利用薬用風味から栄養ならよ、甘い辛いはお好み調合、自家製造直売の品物でございます。まあサンドさんの食卓のトンでございます。はい、まあ、小出しで使った保存は冷蔵庫の冷凍室、冷凍庫しまっておいてください、はい、さあお次は、お次は、中辛七味の、中辛七味、海苔多めで、海苔多め、はい、お願いします。じゃあせっかくですからね、混ぜていきましょうね、はい、さあアサヤンさん専用でいきましょうね、はい、各地の名産物。さあまずは中村300名の伝統秘伝の香りでございます。さあこれね、まずは四国讃岐の名産物からいきます。八つ草のこちら木1本、辛口のナンバーワン鷹の爪のこちら純物に、紀州からはこれ有田、新物のみかん、この尊い薬剤のみかんからこちら、学名はチップと呼ばれております。こちらはみかんの皮を粉末にしたもの、また磯の香りを味わいましょう。江戸は東京からです。松葉園から松葉のり、また金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数ある4つの中から、埼玉県からは武州川越の名産物、こちら白ごまのすりごま、また香りといえばナンバーワンとなっております、こちら東海道から朝倉山の本山椒の粉山椒に、また噛んで香ばしいのが野州、栃木の名産物から日光名産物、これね、浅みが入ります。最後こちら生の唐辛子、これをごまの油で焼きました、信州、長野県からは善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子から七色からのこちら、お目通り七味唐辛子に七色となっております。七種類混ぜて七味唐辛子になりますね。さあこれも各地の名産物から名産物、名産品、まあ、十二分に混ぜて出来上がりましたお品物、これが一般で大衆向けを向かうから中辛になります。さあ江戸の名産物から江戸の香り、薬用七味唐辛子に七色、甘い辛いはお好みで調合いたします。
風味ね、香りで味わいましょう。おでんの香りから。さあこれね、ただいま混ぜましたのがこれ一本お手差し向けよう。辛さが中華だ。さあ江戸の名産物から江戸の香り、焼きを習える中華だ。海苔が入ってこれにごま、山椒の香りを加えます。さあまずはこれね、一杯シングル。さあご利益ご愛嬌、小胸ダブルのサービスね。ありがとうございます。小胸ダブルダブルサービス。さあ最後これね、海苔ねたっぷり入れていきましょうね、はい、さあこれ朝陽さんの気持ちも入ったね、はい、ありがとうございます。中華だ、海苔多め。さあサンドサンドの触覚のとこでございます。さあ作り置きね、組み合わせたりもない一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。風味一番、香り一番。さあ江戸の名産物から江戸風味、七色七味唐辛子でございます。さあお次は、はい、次は、はい、中辛七味の焼き多めで、焼き多めで、はい、中辛でいきましょうね、はい、焼き多め。さあ300年の伝統秘伝の香りでございます。さあこれね、一般ごとで最終向けよう。これもね、ただいま混ざりましたね。ベースの中辛、徳川300という4年の伝統秘伝の香り、中辛、海苔が入ってこれにごまの香り、山椒の風味のいいところから。さあ中辛にはまず一杯、これもねシングル。さあご一からご愛嬌、これもねダブルのサービス。ありがとうございます。ダブルダブルサービスね。ね、焼き多めに入れておきましょうね。はい、お願いします。さあこれね、ちょっと辛めになりますけどね、はい、そんな上とかキャットとか辛くないから安心してください。はい、さあ焼き多め、辛さが中辛、ね、風味香りで味わいましょう。秘伝の香りから江戸の香り、薬用七味唐辛子七色でございます。さあお後は、はい、最後に、最後ね、はい、大辛七味の海苔多めで、大辛、さあ海苔多め。さあ朝夕の食卓の友でございます、はい、さあ大辛海苔多め、はい、さあ大辛になりますと辛口のナンバーワン。これもまずは四国讃岐の名産物、鷹の爪の純物の辛いところから。ただいま混ぜてます、これベースの中辛、大体焼き唐辛子を超えてね、辛口大辛、海苔が入ってこれにごまの香り、山椒の風味のいいところから。さあ大柄にはまず一杯、こちらもねシングル。さあご利益からご愛嬌、このねダブルでいきましょう。ありがとうございます、ね、辛みを加えます、辛口、これが大柄。さあ今日はもう一杯辛いのおまけだ。さらにね海苔ねたっぷり入れます、はい、ありがとうございます。さあ海苔ねたっぷり入った。さあ焼きくそだ、太一くんの気持ちも入れましょうね。焼きくそ入った、太一くんの気持ちはちょこっとね、はい、入れるからね、また分かりやすいよ、はい、さあやっといたからねさあ風味ね、香りで味わいましょう。辛口、大辛、海苔多め。さあ甘い辛いはお好みで調合いたします。まあ、300年の伝統秘伝の香り、さあ江戸の香り、薬用七味唐辛子並べるでございます。まあ、サンドサンドの食卓の友でございます。さあ風味香りで味わいましょう。自家製造直売となっております。あと親方シールお願いします。はい、ね、3000以上買ってくれたからね、はい、これね入れていきます、はい、さあ朝夕の食卓の友でございます。じゃあこちらもねステッカー入れておきます。はい、ありがとうございます。親方シールゲットです。はい、どうもすいません、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます、はい、できたてしばさやさんにお届けです。ありがとうございます。またよろしくお願いします。いやいやいや、さあお若いよ。さあ海苔の香りから磯の香り、ごまの香り、地域の香りを加えましょう。海で香りで味わってください。またまた大根購入でよろしくお願いします、はい、ちょっとまたライブ中ということでね、はい、よろしくお願いします。じじさんの大根購入、はい、ということで、はい、じゃあ一つずついきます。はい、じじさんからホワイトデーの奥さん、はい、コードさんに、コードさん、はい、じじさんからコードさん、そうコードさんに、はい、ゆず七味大柄のプレゼントということで、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。じじさんからね、コードさんに、はい、よろしくお願いします。ホワイトデープレゼントでございます。はい、辛さは大柄ですか。はい、大柄で、あ、大柄。さあまずはね、これね、四国讃岐の名産物、鷹の爪の純物に、さあ尊い薬剤のみかん、こちら陳皮から、さあ磯の香りを味わいましょう。これにごまの香り、まあ、山椒抜かしてね、これ麻の実が入ります。最後生の唐辛子をごまの油で焼きました。長野善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ海苔の香りからこれにごまの香り、さあこれね、柚子ね、たっぷり入れていきましょうね。はい、お願いします。さあまずは一杯シングル、お胸ダブルのサービスから、はい、ダブルダブルサービスね、はい、これ私の気持ち、はい、さあじじさんの気持ちも入った、入った、じじさん、さあコードさんの気持ちも入った。さあ最後ね、このね辛いところも焼き口だ。 ありがとうございます。頑張って、ちょっと待って、太一くんの気持ち入れるの忘れてた。はい、じゃあちょこっと入った、ね、うわすげえ風味香りで始まりましょうたっぷり入ったね。さあ甘い辛いはお好みで調合いたします。さあ、はい、ホワイトデーに選んでいただいてね、はい、ありがとうございます。はい、さあ甘い辛いはお好みで調合いたします、はい、まあ、サンドサンドの直角の友でございます。あのみんなの気持ちが入ってましたね。甘い辛いはお好みで調合いたします。大地区の気持ちはちょこっとだ。なんかちょこっとでした。さあ甘い辛いはお好みで調合いたします、はい、さあ柚子のね、これはね、はい、大辛、はい、さあ風味一番でございます。はい、ありがとうございます。これはねプレゼント用でございます、ね、はい。さあお次は、はい、次は依頼者のジジさん、ジジさん、はい、自分のやつということで、あれですね、ハバネロ七味、ハバネロ七味、はい、はなんとハバネロ多めで、はい、多めで、はい、よろしくお願いします、はい、さあじゃあジジさん専用でいきましょうね。はい、
さあまずはこれ四国讃岐の名産鷹の爪の地物にただいま混ざってます。これベースの中辛、焼いた焼き唐辛子を加えてね、辛さこれはね激辛からいきましょう、はい、海苔が入ってこれにごまの香り、はい、山椒の風味のいいところから、はい、さあ辛いところね、まずは一杯こちらがねシングル、はい、ね山椒の香り、独香醤とね山椒が余計に入って、はい、さらに海苔の香りを加えましょう、はい、辛みを加えていきましょうね。ハバネロ入り、はいはい、ね、まずは一杯シングル、ね、ダブルのサービスね、ダブルダブルサービスね、はい、さあ海苔の香りから、はい、さあね、ジジさんの気持ちも入った、入った、さあコートさんの、ね、気持ちでね、もう一杯おまけだ、気持ちも入った、さあさらにね海苔の香り、はい、さあ太一くんの気持ちも入れていきましょう、はい、俺の気持ちはどうなんだ、どうなんだ、たっぷり入った今日はね、たっぷり入ったって、はい、味わいましょう、え、多かったかな、美味しくね召し上がってくださいね、はい、さあ風味香りで味わいましょう、はい、秘伝の香りから味の香り、落葉七色七味とございます、はい、ありがとうございます、ジジさんありがとうございます、はい、コートさんもねありがとうございます、はい、またよろしくお願いします、はい、さあ風味で香りで味わいましょう、秘伝の香りから味の香り、落葉七味とからし七色でございます、甘い辛いはお好みで調合いたします、まあ、サンドサンドの食卓のとこでございますね、ジジさんの気持ちもコートさんの気持ちも入りました ね、はい、ね、甘い辛いはお好みで調合いたします、はい、あと親方シール、はいはい、一応ねこれ両方で3000円だ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ甘い辛いはお好みで調合いたします、さあ風味香りで味わいましょう、秘伝の香りから、はい、じゃあこちらもね、はい、入れておきますから、ね、はい、ありがとうございます、親方シールゲットです、はい、ありがとうございます、はい、すいません、 ありがとうございます、じいさんコードさんありがとうございます、ね、じいさんコードさん専用の七味唐辛子で出来たて七味お届けです、ありがとうございます、ありがとうございます、それではあの、はい、本日最後の、あ、もう最後、はい、結構やりましたね、でもね今日はね、はい、はい、本日最後の代行購入ということで、はい、チャンゾさん、チャンゾさん、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、注文なんですが、ゆずごみの極小柄っていうか、もう本当にスプーン1杯でさじ1杯ぐらいで、はい、唐辛子はね、はい、唐辛子はね、はい、はい、そうですよね、4種類は何、はい、あと4種類はチンピ、あ、柚子、チンピ、海苔ごま、で山椒は入んないです、はい、あとはこれか、朝飲み、自然に朝飲み抜き、抜き、はい、じゃあこれ焼いた焼き唐辛子、そうですね、はい、あと海苔と柚子を刺しまして、1、2、3、4、5、6になっちゃった、ちょっとまた違う、はい、これ入んないんだ、赤でしょ、赤、チンピ、海苔、ごま、柚子、はい、ゴミで、はい、で、海苔と柚子増しまして、海苔と柚子増しまして、はい、よろしくお願いします、ちゃんとさんね、専用でいきましょう、はい、さあこれね、ちょこっとだけでスプーン1杯分ぐらい、はい、高の爪の順物、さあこれね、尊い薬剤のみかんね、こちらね、チンピから、はい、さあその香りを味わいましょう、これね、江戸松葉形、海苔の香りからこれにね、ごまの風味のいいところが入ります、はい、さあサンドサンドの食卓の友でございますね、はい、甘い辛いはお好みで調合いたします、これにね、柚子の味、香りを加えましょう、さあまずは1杯シングル、これね、ダブルのサービスから、ダブルダブルサービスね、これ私の気持ち、はい、ね、山盛り満タンでいきましょう、はい、さあこれね、海苔多めだっけ、はい、海苔と柚子増し増し、さあ海苔ね、柚子増し増しでいきましょう、はい、さあタップ入れていきましょうね、はい、さあ焼けくそ入った、焼けくそ入った、太一くんの気持ち、はい、を入れていきましょうね、はい、さあ海苔香りで味わいましょう、タップ入った、ちょっと入った、ね、太一くんの気持ち、はい、さあね、甘い辛いはお好みで超ご用意いたします、はい、さあチャンドさん専用になっております、はい、ね、山椒さん、サンドサンドの食卓の食卓でございます、はい、さあ甘い辛いはお好みで調合いたします、はい、風味香りで味わいましょう、秘伝の香りから箱出しで使って保存は冷蔵庫の冷凍室に混ぜてください、はい、朝夕の食卓の友でございますこれね、はい、たっぷり入った、ありがとうございます、さあチャンドさん専用になっております、はい、さあ極小柄、さあね、これね、赤チンピノリマシマシ、これ全部マシマシだもん、はい、太一の気持ちもね、ちょこっとだけ入れときましたからね、あ、入ってますよね、入ったちょこっと、はい、風味香りで味わってください、はい、ありがとうございます、調合いたします、すいません、ちゃんとさん専用になって、はい、ありがとうございます、いつもすいません、はい、出来たてしみお届けです、ちゃんとさん専用でした、ありがとうございます、どうもありがとうございます、川崎大師代行購入2の動画、最後までご視聴ありがとうございました。